当たらない当たらない PS5 が当たらない。どうも皆様こんにちは。 PS5 の抽選15連敗中のおじチャンネルです。本日もご視聴ありがとうございます。私は30代フリーター、ただいまリゾートバイトで箱根にお邪魔しております。そんな私の日常をお送りしているチャンネルでございます。ちょっとでもいいなと思ってくださった方はチャンネル登録や高評価、低評価、辛辣なご意見、コメント、質問、何でもお待ちしております。ということで、冒頭でも申し上げましたが、私は PS5 の抽選15連敗中です。どうなってんだ PS5 の抽選倍率、一体どうなってんだ。私は現状ゲオ、ヤマダ電機、ドンキホーテ、上信など比較的抽選参加できるところにはガンガン応募しています。ですが当たりません。抽選参加の条件が緩いというか、簡単なところはやっぱり多くの人が応募してるんだと思います。なので倍率は高くなっていると予想しています。15連敗なんてまだまだ序の口なんだろうか。4、5、6、ほぼ丸々3ヶ月と、もう7月も半ばになってきて、参加できる抽選には本当参加してきたんですけど当たらない。そして今ではたまに小田原まで出かけた時にツタヤがあるんですが、そのツタヤでも店舗の抽選が行っていないかリサーチしてるんですけど、やっぱり月に1回ぐらいしかないのかな。今のところ1回もまだ参加はできてないんですよね。抽選の予定は未定となっておりますっていう紙が永遠貼られている。そこに私は足げく通っていくんですよね。3回ぐらい行ってるかな。全然抽選されないなと思いながら。そして今私はゲオで16回目の抽選、そして山田電機の今月の抽選17回目、ドンキホーテでの抽選の結果待ち、これが18回目になっています。上信の会員カードを持っている方が参加できる抽選にも参加しました。これで19回目。そしてワンダーグーでの抽選にも参加したので20回目の抽選を今受けていて、結果を待っている状態。これが全部外れたらいよいよ20連敗の男になる。いつだ PS5 はどこだ。毎日毎日 PS5 のことを考えない日はないってぐらいに PS5 のことを考えてるのに、 PS5 は私の元に来ない。正直申しまして PS5 今月も抽選にはことごとく外れて手に入らないという未来が待っていると思っています。それぐらい抽選倍率は激しいんだろうなと思っています。 Twitter などを見ていると多くの方が抽選に参加していて落選されている、まあ、そのようなツイートを見ます。もちろん逆に当たっている方もたくさんいるので一概に絶対なんてないんですけど、希望を持ってしまうと落胆が激しい。その落胆に耐えられない自分はもう先に絶望を味わっておく。今月も抽選には外れます。引き寄せの法則というのがあってですね、当たる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 って思ってたら当たるのかと思ってたんですけど、この数ヶ月間そう思ってきて連敗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 、落選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 を味わってきたので、もう嫌だー。欲深い、なんて欲深いんだ。仙人のように欲よ浄化されるんだ。欲よ浄化されろー。そしていつまでも欲しいという欲はどこかでストレスになってると思うんです。なので私は一定の区切りをつけるために今月7月の抽選をもって一旦 PS5 は諦めます。抽選にさえ参加していなかったらもちろん当たるわけもないです。なので PS5 当たるかな？当たらないかな？そういう不安、希望、不安、希望。まあ、それに惑わされることもなくなるなと思うので、一旦7月中に受けられる抽選をもって PS5 は諦めます。ということで、もう私の手元には PS5 は手に入らないということになる。今月の落選をほぼ確信しているという状態で、もう今月で抽選を諦めるということは PS5 は私の元には来ない。っていう逆張りの希望を持っている。今月当たらなかったら PS5 はないわ。 PS5 のソフトだけは手元にあるわ。環境だけ揃えてどうすんの。まあ、一旦7月は諦めるっていうだけなので、まあ、供給が安定した時に買うとか、ものすごくまた PS5 が欲しいっていう熱、そして当たるか当たらないか、その揺られるストレスに耐えられると思った時に抽選の参加をしていきたいと思っていますので、まあ、一旦無駄にはなることはないと思うので、よしと自分に言い聞かせています。ということで今日は PS5 の抽選15連敗という男がいるよっていうお知らせです。皆様ももしかしたら PS5 欲しくても当たっていない方いるんじゃないでしょうか。まあ15連敗なんてまだまだ序の口なのかもしれないですよね。昨年の11月発売されてからずっと抽選に参加されていて当たっていないなんていう方ももしかしたらいるかもしれないと思うんで、まあ、そういう方にとってはメンタル弱すぎだろって話かもしれないんですけど、私は
一旦7月の抽選をもって今回は PS5 諦めるっていうその決意の動画でもありました。逆張りで当たってくれということで、皆様本日もご視聴ありがとうございました。皆様も一日お疲れ様でした。明日も良い一日を。じゃあね。